最近の遊戯王カードむずすぎて全くわからん龍です。さあ本日なんですが、皆さんは遊戯王に期っていうのがあるのはご存知ですか？なんか第1期、第2期、第3期とかで、今第11期なんですよ。今最新のカードはね、新しくなるにつれてインフレが進み、効果の文字が多くなり、何書いてるか全然わかんないっていう現象に起こりが、現象が起こりがちなんですよね、遊戯王って。なんでもうね、一回初心に立ち返りまして、昔のカードだけで遊んでみようというね企画を今回は考えてきました。第1期と第2期のカードしか使っちゃいけないという縛りのもと遊戯王やってみたんですよ。めちゃくちゃ面白い、神ゲーです。これが一番ね遊戯王楽しいと思うわっていう、今回動画ですね。幹部会って、竜の幹部会っていう、限定の、メンバーシップがあるんですけど、メンバーシップでルーム開いて、やってる様子をね、皆さんご覧いただければなというふうに思っています。めちゃくちゃ面白いのはやっぱりね、それ効果テキストがわかりやすい。今のカードさ、なんかもう丸、丸4、丸5とかまであるじゃん、効果。もうなんかブヤー書いてあって、わけわかんないでしょ。だって俺、このカードとかもこんだけアップしても、こんだけアップにしてもね、まだ余白ありますからね。素晴らしいですよね。やっぱね、遊戯王カードこのくらいアップにしてもここまで収まるくらいの、カードで増やしてっていうか、まあそのカードだけでやった方が楽しいと思う、基本的には。で、昔のカードだけで今回組んできましたっていう、第1期第2期はね、大体ね2002年とかまでですね。多分発売が、1900年代後半でしょ、いつだとか忘れたけど、まあ2002年だから、本当発売されてから本当なんか 3,4 年くらいしか経ってないみたいな、そういうレベル感で今回は組んできましたんで、デッキをこれと、まあ、ミラー戦っていうわけじゃなくて、第2期までのカードだったら何でも使えるみたいな感じの縛りなんですけども、ね、内容を見てもらえば分かるけど、なんかその小学生の時のなんかそのなんか気持ち、懐かしい気持ちを思い出せると思うんですよ。デュエルリンクスもだいぶカードプール増えてきたんで、ぜひですね、おじいちゃんの皆さん、ぜひ一緒に遊びましょう。というわけで早速対戦いきましょう。デュエルスタンバイ。いや本当に神ゲーすぎますね、この遊びは。めちゃくちゃ面白いです。最強モンスター来たわ、最強モンスター来たわ。斧を持つ戦士、片手で斧を振り回す攻撃はかなり強い、最強出た、最強モンスター。サンクセ怖っ、サンクセ怖っ。なるほど、まあ、これは圧倒的アックスレイダーですか。異次元か、そう言っても異次元か、いっか異次元の選手を召喚、バトルフェイズ。これ何年式遊戯王ですかこれ。でちなみにね、まあ多分オープニングで説明してると思うんですけども、第1期と第2期の環境なんで、2002年とかですね、2002年ぐらいの環境でやってますんで、20年前です。20年前の遊戯王を今デュエルリンクスでやってんすよ。めちゃくちゃ楽しいでしょ、それ楽しいよって話よ。でこれ次ディスティニートローが入るね。さあアックスレーダーの攻撃、アックスパンチ、鎖付きブーメラン、オッケー、いいだろう、使わした、オッケーオッケー。今現状今のはあれはセキュリティボールしかの効果しかないから大丈夫だ。ディスティニートロー入る、いいだろう。いいだろう。まあディスティニートロー、お互いにね今スキルディスティニートローでやってるんで、まあ2000削るとなんか何らかの解決数だわ引いてこれるんですけど、だからなんだかんだ展開力ないからこの環境って、そんなにね1枚でね解決する。あ、タム剣ね、オッケー、タム剣了解です。さあどっちを、まあ異次元か、でも異次元破壊される、いいでしょう。さあ言うてでもあっちも結構カード使ってるから辛いと思うけど、ブラッドボルス。おいやめろ、上位互換すんな、上位互換やめろや。うわー、どうしよっかなこれ。あーでも挙兵強いね、挙兵強いね、岩石の挙兵を。これ難しいな、これ戻しても意味ねえか、これ突破されねえんじゃねえか、挙兵セットしときゃ、セットしてこれでエンドや。さあどうする、さあエンドサイクするか、サイクロンもないんですよね、だから砂塵の竜巻とかしかないんですけども、本当にね、なんかコズミックサイクロンとか実装してる暇あったらとさっさとサイクロン実装しろみたいな話はあるんですけど、さあバトルフェイズいいだろう、ダメしてあるのかな、ここでなんかチェーンある、ダメしてない、オッケー、ダメしてはない、了解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 。すげえだろ、
岩石の魚兵召喚ゴブリン突撃部隊、いけゴブリン突撃部隊バトルフェイズダメ捨て、多分ね銀幕とかはあるかもしれないけど、じゃこっちからのダメ捨てではなかった。あーオッケー、ないんだね、ない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 のか。あ道連れどっち、ゴブ突撃部隊、あまずい、俺のゴブリン突撃部隊は次の自分のターン終了時まで守備表示になってしまう、まずすぎる、やめてくれマハバイロ強いよ、マハバイロ強いな。あっクロスール、そして俺は貴様のフィールドのモンスターいたよ、リリースし現れろ、デーモンの召喚を召喚、ターン終了だやばい、この環境の遊戯王が一番おもろいね、やっぱり世界一おもろいよこの遊び、セットいいだろ、セットか、ぶん殴んの怖いけどな、結構写真 OK、 ぶん殴んの怖いですけど、まあ、とりあえず羽セットですね、これ言うて殴んなくてもいいんじゃない、これ次羽で戻したら勝ちだから、多分これね、なんか やばそうなモンスターだったら、これ反転召喚してこなさそうな気がするんで、相手これなんだろうセットね、で、あ、撲滅は強い、撲滅は強い、いいでしょう、砂塵の大竜巻を発動、砂塵の大竜巻の効果によって貴様のセットカードは1枚破壊させてもらおう、さあなんだそれは、あー強い、まあでもこれはまあ2枚2枚効果なんで、まあそんなに悪くはないし、ライフポイントの500ポイントの削るからそんなに悪くはない、そんなに悪くはない、それで黒いペンダントの効果で相手のライフに500ポイントのダメージ、あー一食い虫、いやでもまあ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 今の殴った方が良かったか、じゃあ一食い虫はちょっとプレミした、まあいいや、しょうがない、殴ってくるか、なに、デーモンの召喚ゲーじゃん、デーモンの召喚ゲーなんだけど、あおホイエリを召喚神ゲーだった、今デーモンの召喚殴ったわけだったけど、ホーリーエルフビートダウンで勝利、さあお相手の方闇遊戯しかいないんだよな、この環境は、これはド安定の挙兵セットよ、で挙兵に抹殺の人を使わせて安全に黒き森のウィッチを着地させていきたいといったところ、結構ねプレイングも一応ありますからね、相手の敵固定じゃないんで、まあわかりませんけども、オッケー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 、よし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 、オッケー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 、そこまで読んでいた、そこまではそこまでは読んでいました、田代ね、まあ一食い虫とかだったら嬉しいから、まあとりあえずちょっと異次元の戦車が殴ってくると思うんでね、普通に攻撃表示で、これ一食い虫読み、あーなるほどね、まあまあ、まあ、悪くないか、でもこれ持ってくの何がいいんだろうな、ブラッドボルスいっか、ブラッドボルスで、まあでもあの死の四つ星テントウムシは結構強いですけどね、シンプルにあのこの1200守備っていうのはね、あのウィッチとは抜けないからね、クリッターとかでは、まあ、結構強いですけど、さあセットセット端子ロッケ、さあとりあえず撲滅は一発打っていきたい、これ砂塵抜いちゃうとちょっとアドソンなんですけど、砂塵抜くだけはマジでやめようぜ、砂塵抜くはマジやめよう、大丈夫だった、あぶねクロスソールね、オッケー、これ一回四つ星テントウムシセットでそうだな、まあちょっと相手の動き見ましょうか、まあ、抹殺はもうないし、これを処理する札はそこまで、まあ、手向けとかありますけど、そんなにね、そんなに困らないと思う。さあ、セット、エンド、なるほど。まあ、じゃあ、まあ、殴りに行ってもいいのかな。あー、難しいな、でもこれ。これ殴ってきてくんないと、なんか自分のブラッドボロスも死ぬんですよね。死ぬよ、セントムシって。これ、プレミッタかな、これ、わかん、どうしたらいいかわかんねえんだけど、なんか、俺、この時期とかもう、なんか、すげえ適当に遊戯やってたから、なんか、ブリング全然わからんわ。道連れか、なるほど、オッケー。セットモンスターとかいう、あーなるほど、セットモンスターっていう神プレイングした、確かにセットモンスターの方が怖いもんね、どっちかっていうとね、四つ星テントウムシそんなに強くないかな、自分も四つ星、あーポルターガイスオッケー、なるほど、ポルターガイストは
しょうがないか。どうせ発動しても戻されるんで、まあこれは見せない方がいいですね。情報ワード、さあ、あ、え、なんで使ったの、じゃあなんで使ったんだろう。じゃあセットしていくか。セットしてで、ブラック全部セットしていくか。でこれで1900とかいうディスティニーゾーンにギリギリ届かない最強打点でぶん殴っていく。でなんかある、なんかある。フリーチェーンって何入ってる、銀幕とかですかね。ターン終了、事故ってるっぽいっすね、これ事故ってるっぽいっすけど大丈夫ですかね。これクリッター、お、最強クリッ、クリッターの召喚バトルウェイズいけ。さあなんだそれは。よし、そしてブラッドウォルスの攻撃、ブラッドアックス、あ、オッケー、エネコンね、実質エネコン横向かせる、オッケー。よく端しろ、いや結構辛いっしょ、もう相手もう辛いっしょ。さてディスティニードロー入る、何を引いてくる、何を引いてくるんだ遊戯さあトップ解決したも札を、まあ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 色って団結の力、いやいや強い、全然全然デーモンの、あハハ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 、どっちも同じか。で、さようなら。さようなら、マハーマイドさん。短い命でしたね。対戦、ありがとうございました。脳みそ筋肉すぎんだろ。もうな、当時の記憶とか、あんまりでも俺ないんだよな。遊戯はやってはいましたけど、もうね、記憶はないですね。あと、ガチガチにやっていたとかじゃないんで。本当に友達と一緒に、なんか本当ブルーアイズ生贄なしで召喚とか、そういうことし、サンダーボルト3ズみたいな、そういう感じのなんかことしてた記憶あるんで、なんかね、プレイングはマジで怪しいそれ多分結構。ダークヒーローゾンビ出しよっか一応ね。これ殴っていいんじゃない、もうこれなんか結構強いし、バックこれもう1300クラスいくわ。ダークヒーローゾンバイヤは打点あるんですけどダイレクトアタックできないんでね、それが2100っていう。だからまあ挙兵とかも突破できるね、打点になってるんですけども。さあ岩石の挙兵ビート始まるぞ。タムケ、なるほど、もうタムケ使っていいんだな。タムケ使ってブラックマジシャン捨てる、なるほどね確かにそれは強い。さあどうする、さあどうする、アックスレイダー、はい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 、なるほど、アックスレイダーでバトル、アックスレイダーでバトル入った。これダメージまでいっか。なんかあんだよな、相手もこれなんかあんだよな、相手もなんかあるんですけど、とりあえず鎖付きブーメラン発動で、ここでこれで、あー、なるほど、そういうことしちゃう、そういうこと、それうまいね、それうまいね、それはうまいわ、それはうまい。なかなか今横向かしをやったから、一応ハレハレ、やべ、セットエンド、いや今ちょっと癖読み間違えましたが、まあしょうがないでしょう。なるほどな、光ってる時はダメして結構ありますからね。自分相手のターンでも結構バコバコ砂時計光ってるから、てか砂時計っていうさ、新しい概念があるよね、この2020年環境っていうか、2002年のカードを2020年で使った結果不正が読めちゃうっていう、ちょっと致命的な弱点はありますけど。異次元の戦士召喚、バトルしていいや、もうディスティニードローしろ、もういいぞ、ディスティニードローしろ、出てきたモンスターならず者で吹っ飛ばしてやるわ。多分まあこれさすがにモンスター引いてくるんでしょうね、おそらくね。さあディスティニードロー入った、いいだろう。2002年の環境のカードを2020年で使った結果、伏せがめちゃくちゃ読めちゃうっていう致命的弱点がありますね。やっぱ分かんない方が面白いんですね、多分この環境は分かんない方が多分面白い。なんかね、砂時計のせいで楽しみが少し減っちゃう感じはあるね。昔のその、うわ、なんだろう、怖えって言いながら、うわー、クロスドン来た、なんか、うわ、わかんねえ、怖えって言いながら、
なんだろうな、戦ってる環境の方が多分面白いと思うんで、まあ、でもこれ殴れないから OK で、あれ戻せばいいんでしょ、セットなし OK、 デーモンの斧、あ、勝ちじゃない、勝ちじゃないこれ、はい、羽羽の効果戻れよしよしよし、いけ、ならず者のヘブダウン召喚、なるほど、いや言うてもう2000突破できるモンスターいないっしょ、まあこれさすがに勝ちでしょ、さすがに、さあいけバトルフェイスだ、くらえだ、えあクリボつ強い、でもさすがにでも2000突破できんくねえか、これ簡単には、クロスソールも使ったブラッドボルス召喚、デーモンのやべ強いって、ざけんなチキショクリボーやめろって、デーモンの効果使わねえよ、バダレ、いや撲滅マジだねえな、撲滅マジでな、ねえタムケ、いやーやばすぎる、これはやばいぞ、やばいことが起きてる今、これもだってモンスター処理するしか2900を突破する手段がほとんどないから、タムケとかジワレとかね、ジワレとか来たら強いけどね、普通にセットオッケーで、ぶん殴られていく、で羽羽の壁上がっていった、さあ次の攻撃を受けると私死んじゃうんで、ゴブ突、いや意味ないな、これ撲滅も残しとけよかったな、これミスきたなっけど、お前タムケするしかないか、でタムケでゴブ突捨てて、でこれバチコリやって、でもこれでお祈りターンエンドするしかないか、でリリース、あえマジ、アックスレーダーあんの、ちょマジでやめてやめてやめて、アックスレーダーマジでやめて、ちょマジで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 、俺がやめて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 、あぶねえ、モンスター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 、バカタレバカチンガ、くそが1050、あいつなんでじゃリリースしたんだよ、おかしいだろ、セット、なるほど、セットはいい、セットはいいわ、セットはいいわ、ホーリーエルフ OK、ホーリーエルフはセットで、ホーリーエルフで一丁耐えていこう、アドバンス召喚してカースオブドラゴン出てきても2000だから突破できない、あおい強いだろ、ふざけんなよ、強いだろそのモンスターは、やばい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 、で砂人ガールでデーモンの斧装備されていく、デーモンの斧装備した、でデーモンの斧は割らないと負けるでも一応ディスティルト入るか、ディスティルト入ってバトルステップ砂人の大竜巻で、デーモンの斧破壊していく、さあ効果増殖、無理か、デーモンの斧、デーモンの斧、でこれでスキル発動、ディスティルト入れていく、これ俺何引けばいいんだ、呪魂の仮面しかないか、一食い虫とかもあるけどな、普通に一族の起きて、いやーこれ弱いな、一食い虫とかも全然あるんだけど、ただマジで火球モンスター引いたところで何も起きないから、呪魂の仮面で1050削るしかないのか、いやーこれ呪魂の仮面で1050削るしかない、いや一食い虫もなかったかな、呪魂の仮面で一応ロックするんですけど、これモンスター引かれてたらおしまいなんですよね、ターン終了、頼むマジで生きて、生きろ3、生きろ、そのあとは美しい、ダーッ